コロンボのホテルの2館でクインテットやっておりまして、2人でやるのはジャズをやるのは2回目ですね。多分ファンクバンドを以前までやってまして、2人で吹いておりましてですね、で今日はジャズということ でジャズといってもいろいろな種類があるんですけども、昨日はねこの辺の人たちでアホみたいなことをいっぱいやってしまったので、今日はクール&インテリジェントに週3時枠は行きたいなと思っておりまして、いや変ぞこのバンド前はですね、梅田にあるインタープレイ8っていう店があって、そこで僕毎月ライブやってるんですけど、そこで2巻でやったんですけど、それのフライヤーとともにですね、チップ箱っていうのを後ろの方に置かせていただいております。置かせて持っていただいております。で、高槻ヤズストリート全部チップカンパ製ってなっておりますので、お帰りの際よろしければですね、そちらの箱にお気持ちを入れていただけると大変励みになるなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さっきもあまり飲んでないので MC が硬いで申し訳ないんですけども、次の曲はですね、似合わずにクールに行ってみたいと思います。はい汗だくじゃないですかクールに、ハービー・ハンコックっていうピアニストがいまして、その人の代表作、ある時期の代表作でございます、メイズン・ホヤッチ。
Thank you.
田秀樹。コンピアの高橋正人。すげえっす。高井雄一郎。コントラムマーセル大木。ジュリーナスでした。